ほら、まあ、インターネットで議論したりとか、あるいはそのね、あんまり自分の意見とか気持ちとかあんまり言わないで、情報共有に徹した方がいいという意見が、まあ、多いわけだけど、それはまあ喧嘩になりがちだからとか、トラブルのもとになるということだけど、まあ、それは分かりますけどね、分かるけれども、僕だったらね、自分の言いたいことも言えないんだったら、まあ、インターネットとかでもあんまり意味がないような気がするということ。まあ、僕はまあ特定のまあグループとかとは関係ないから、からそういう意味での利害っていうのは気にしていませんから、まあ、言いたいこと言ってるわけですけれども、まあ、そういう状況がなくなるとしたらですね、それ僕としてはつらいでしょうね。まあ、皆さんはまあ紳士的なわけだけど、その政治の関係にとってはね。饒舌にというか、まあ、大量に書いてありますけれども、確かに書いてるんですけど、ですが、まあ、僕の意見だったら、いや、むしろ音楽を聴いてほしいけど、そういうことは贅沢なんでしょうかね。それで音楽に興味ない人もいるし、音楽に興味があっても、まあ、こういう音楽はまあ嫌だという人もいるから、まあ、それは贅沢なのかもしれませんけれどもね。意見に関して、まあ、論理的に反駁するという場合もあるけど、そうじゃなくて、まあ、絡めてっていうか、まあ、人格攻撃的なこともある場合も多いわけだから、まあ、そういうことに何か意見を主張するよって、まあ、絶えずさらされますので、だからまあそういうことを考えますとね、だからそういうことに関してもある程度、まあ関しては、まあ、僕は前からですね、まあ、人間理解としてあまりにも平坦に過ぎるんじゃないかという前から思っていて、まあ、それは心がきれいで真っ黒なのにいいかもしれないけれども、例えば誰でもいいんだけど、まあ、
梅本克美に遡ってみると、彼はまあコミュニケーションというか言語に関してこういうことを言っていて、そのコミュニケーションとか交換意思疎通ということから離れた言葉、例えばその 死の言葉だけど、死にかけ合わずもいろいろあるわけだけどね、自分にしか通じない言葉っていろいろあるわけだけど、まあ、梅本に寄せればそれは腐った言葉であるみたいな規定 で、それは単にその言語に関する彼の哲学的な思想ということだけではなくて、そういう価値評価も入っているということですよね。でそれはだからまああの言語の本質をコミュニケーションと見るというそういう機能主義、まあ、そういう意見多いわけだけど、まあ、それに限らない見方になっているし、でそれは言葉に限らずそういうまあね、僕から見ればその政治とは何の関係もないんじゃないかと思うような世間一般のまあ価値観とかそういう価値判断、常識的な意見が入ってきて、悪いことはないと思いますよ。悪いことはないだろうけれども、ね、悪いことではないけれども、それに対しては僕は言い返すということだし、ね、ダメ人間とか社会のクズ、うん、なんだ、饒舌なニヒリストとか、いろいろあるわけだ。それに対して言い返しますよね。だそういう意味で、みんながですね、そのことをさ、前向きであるとか、前向きであるはずがないわけですよ。そういう僕の意見って別に文学というつもりはない、文学ってこれ大した文学じゃないから、文学というつもりはないけれど、ね、僕世間一般的にその社会的ないしその政治的な常識だけで判断すると、まあ、人間性とはこうであるはずだとか、普通は、あるいはまあこうあるべきだということになってしまう。だそれはだから梅本とかあるいはその、まあ、プロレタリア人間の論理とかいうそういう黒田寛一にしても、まあ、皆さん健康的なさ人間像なわけですけれど、要するにまあ道徳なわけだけど、それはどうなんですかという僕は申し上げたいですね。それは別に道徳を信じていてもいいです、皆さんがね、僕は信じないということだよね。むしろ断固否定しているということで、そちらの方が大事ですよ。で僕はたまにっていうかよくさリベルタンというものに関してよく言及してますけど、まあ、17世紀のヨーロッパとか、まあ、フランスとかで、まあ、神を否定していた人たち、ね、それは単に言葉の上だけじゃなくて、まあまあ、恋愛とかセックスとかそういうところも含めて行動とか、まあ、社会風俗においても風俗習慣においてもそうだったわけだけど、そうすると、まあ、そういう人たちの多くっていうのは、断裁っていうか、そういう人たち自身の記録とか、そういった思想っていうのは、あまり残ってなくて、まあ、間接的に知ることができるくらいなんだけどね。だから僕は、まあね、いわゆるまあ組織的な政治とかいうこともだけれども、それよりも、だからそういうリベルタン的なものっていうか、そういうものに惹かれるものがあります、今ね。そして、そういう、個人的なものと集団的なものということで言えば、その個人的なものの後に変わらず集団的なものが出てくるという、そういう進化とか進歩という関係ではないと思うんですよ。どういうことかって、例えばさ、いわゆる思想史とかその世間の歴史の常識として、自由主義的な資本主義の後に、まあ、もうちょっとその集団性が重視されるような帝国主義的な時代になってきたというふうによく言われるわけだけど、そうするとそれに対応するまあイデオロギー的なものもその自由主義からまあマルクス主義的なものになってきたというふうに言われるわけだけど、そんなやつは単純なものではないということは、例えばさ宮本賢治の敗北の文学ってあるじゃない、芥川龍之介に対する批判だけどもね。で宮本賢治がその、まあ、当時は若い文芸評論家と思っていただけじゃなくて、芥川自身もそういうふうに感じていたかもしれないけども、まあ、それ前の、まあ、それ前の普通の日本近代文学、まあ、ブルジョワ文学の文学者として、まあ、個人主義だった芥川と、でもっと新しい人たち、プロリタリア文学という、そうするとその、芥川がそのプロリタリア作家たちに乗り越えられて、でそしてそれがまあ永続的なことになったのかといえば、
その後どうですか、その昭和主義から現在に至るまで考えてみて、ね、まあ、プロレタリア文学が断裂された後はいわゆる文芸復興としての旧時代の大化が復活したわけだけれども、でそういうような、まあ、断裂とかいうことは抜きにしてですね、でのまあ戦争中だけじゃ、その戦後とかも考えてみて、ね、その個人性とかその個人主義的なものと、あるいはそれを超えたその集団的なものみたいな関係ってのはどうなってるでしょうか。一方が他方よりも優れているとか、歴史的な段階として後の毛利合うというのは言えないんじゃないかと思うけれど、だからまあそういうことってのは歴史においてさまざまな時代とか地域において反復されている、繰り返されているか、あるいはもしくはどっちが先でどっちが後ということではなくて、そういう2種類の異なったタイプの人間が共存しているか、そのどちらかだということ でこれは昨日ことでも言ったけど、例えばその19世紀のドイツにおいてはシュティルナーのような意見ね、唯一者のエゴイズム、で彼はいわゆるその社会主義的なものを否定するだけじゃなくて、まあ、プルーロン的なものも、ね、でプルーロンの意見というのはその個人の独立性を残したままアソシエートしていくということだったわけだけど、シュティルナーはそれさえも否定してしまうわけだけれども、ね、そういう徹底したそのエゴイストである唯一者シュティルナーの後にマルクスとかが現れたという経緯とかもあったわけだけど、そうするとその先ほど申し上げた、まあ、敗北の文学における、まあ、いろんな理由での、まあ、芥川龍之介の死と、まあ、その後のプロレタリア文学の勃興、一時的なねとか、その19世紀の、まあ、ヘーゲル左派とかその関連における、ね、唯一者とかその自由心とか新生社会主義、新生共産主義、そういったものと、まあ、後の、まあ、マグ主義の違いとか、そういったケースっていくつかあるけれども、一方が他方よりも、ね、歴史的な発展段階として必然的に後のものです増えているということは言えないんじゃないかというふうに思う。だそういう意味で僕はその歴史の意味って信じてないということで、そう歴史と言われてもだって歴史ってそういうものでしょうと虚心坦懐を見ればというのを思うけどね、違いますかね。だ僕の言うことが違う、それにお前に握りずっと出るということであれば、じゃあ歴史にはその必然はあるのだと、必然的な発展段階と意味はあるのだ、ね、弁証法的に進行しているんだという話にならざるを得ないですよ。だけどまあ歴史に関してはどんな角度から考えてもですね、そういう結論になるわけですか。それに関してはその反証というか、果たしてそうなんですかということをたくさん挙げなければいけないでしょう。例えば、芥川の後にプロレタリア文学ということだけで、その後はどうなったのか、その戦時中、プロレタリア文学が弾圧されて、文芸復興、それからその後は戦後とかね、現在に至るまでどうなっているのかとか、ソ連が崩壊して、資本主義ロシアに戻ってしまったというのをどう考えるのかとか、あるいはその先ほど書きかけたけど、その近代主義、モラリティとポストモラリティの関係もちょっと不明であるみたいな。もちろん最初からモラリティの定義そのものが曖昧だからという、そうするとポストモラリティも曖昧だということで出なさえないということになるわけだけど、資本主義とか資本性経済、資本性生産様式ということはもう少し特定的ですけど、だけどね、それも単に形式的にさ、資本家がいて労働者がいて賃労働があるとかね、で商業資本主義と産業資本主義があるみたいなね、まあ、そういった概念的なことだけではですね、もちろん分からないわけで、もっと具体的にはある特定の時代のどこの地域はまあどういう割をしていたということでなければ、資本主義って一口に言ってもいろいろとあるから、ね、だからまあ近代とか近代性、モラリティと漠然と大きく言うのに比べたら、
まだしもその資本性、生産様式とかいう方がまだしも特定的だから、まあ、少しは具体的だけれども、その資本主義といってもいろいろあるし、古代からあるその商業資本主義とまあ近代、近世近代のまあ産業革命以降の産業資本主義は違うし、規模においてもね、それ社会に全面化しつつあるということも違うし、まあ、さらにその金融資本主義、ね、それはその工場とかで作られたものがいっぱい売れてるだけじゃなくて、マネーゲーム的なものもいっぱいあるみたいな、今の資本主義とまた違うしね。で、またそういうふうに、一口で言っても、その時代と地域によってもまた違うし、ね。だそういった傾向、つまり、ね。産業革命以降の産業資本主義、金融資本主義、帝国主義、で現在の新自由主義みたいな。もう他にもそのグローバリゼーションとかね、グローバル化、グローバリズムの一環と思われるわけだけど、それにしてもですね、それだって丁寧に考えなければ、何でもかんでもグローバル化というのは最近の流行りだけれども、で前も申し上げたように、少し前は違ったということで、岩田博の世界資本主義論とか、ウォラステインとか、難しすぎる。以前は少し違っていたんじゃないかってこと。その頃はまあ独占とか国家独占資本主義論が盛んだったわけですから。ね、だからそれはそのかつての自由主義的な資本主義と違って国家のオペレーターが大きくなってきて、ね、そういう違いがあるから、でその国家権力を打倒して新しい制度を作れば社会主義になるのかという意見が多かったわけですけど。その後、まあ、その国家の国境を越えたその、ね、グローバルな移動とか多国籍企業とか、ね、そういったものの働きが有力であるという意見が多くなってきて、で、まあ、僕は漠然と言ってきて、本当はその統計とかいろんなものを見ないと本当に確かに言えないけれども、で現在はその、ね、まあ、レーニンとかそのレーニンが参照した人々何人かいたと思うけど、の帝国主義とかその流れの国家独占資本主義みたいなものを捉えるのが正しいのかどうかみたいなね。まあ、今そのグローバリゼーションとか、まあ、新自由主義とネオリベラリズムと考える人が多いわけですけれど、ね、まあ、そういうことをまあ丁寧に考えなければ、話ずれたけどね。まあ、なんでこの話になったかというと、そのポストモダンという以前にもそもそも近代性モラリティの定義が曖昧だから、まあ、90年代とかそういう以前からまあ皆さん、ね、困っているということ で、ね、でした。で今もそう、まあ、0年代もそうだし、まあ、2013年現代もそうだということ です。の場合さ、まあ、つまんない、まあ、言葉尻の理屈で言えばですね、ポストモダンの後にモダニズムが回帰するっていうことはちょっとね、定義からして変なんですよね。で、その場合は考えられることって、そもそもの、まあ、ポストモダンとかポストモダニズムとかがそもそも錯覚で、それは最初からなかったのだという意見とかね、そうすると、それはまあ錯覚というか、イデオロギーであって、ずっとまあモダニズムがずっと続いていただけなんですよということになるのかね。どちらにせよ、ね、まあ、モダニズムの定義は曖昧だと申し上げたけれども、その一つの、よくある場合の特性としてはですね、何か A というあり方の次には B のあり方、その次には C のあり方というふうな、まあ、まあ、単線的というよりは単純じゃないかもしれないけども、何らかの進歩発展があるのだという、ね、そういった進歩主義を含意する場合もあるけれど、ね、じゃあそういう意味ではモダニズムともはやそういうものはないという、ポストモダニズムの関係はどうなっているんですかというね。でもし今、まあ、主張とかまあ流行として、まあね、ポストモダニズムの後に、まあ、モダニズムが今、みんな人口に関しては否定しているとすれば、まあ、それはまあ思想そのものとか、内容というよりかは、
一つの流行という意味が大きいのではないかと思う。ではそのかつての80年代90年代のポストモダニズムとかニューヨーカーも流行だったし、成功にはその僕は90年代に独自してたわけだけれども、まあ、それはまあいわゆるまあ遅れてきたというあれであって、で本当に日本社会においてそのニューヨーカーとかそれが流行ったのは80年代後半であったと。で90年代はむしろそれが批判される動きが強まっていたのだという、でむしろそれ批判されすぎたんじゃないかということだったということだけど、ね、だそういうことでもまあずれたに生じてきてるわけだけども、ただそれについて思うのは、確かにまあ論断っていうのはあるけれどもまあそれは形状不確なものであって、思想とか意見の内容とは別なのだということで、ね、だってそれは80年代の終わりにニューヨーカーとかポストモダンが急に流行って、で90年代それがまあ行き過ぎた場所を叩いて、ね、でその後宇野恒大さんが整理するように、まあ、世界系さらに決断主義となってきたんだって言われても、そんなにね、まあ実質的なというか内容があり思想があるのコロコロ変わるはずがないと思わないですか。つまり80年代このニューヨーカー、90年代それに批判でエヴァ世界系で、今0年代以降決断主義みたいな風になってないと思うわけですよね。いや、なってるかもしれないけど、だそういうものってのはすごく表層的なものであって、もう少しね、ポストモダンで会うとなかろうと、もう少しほら、ちゃんと考えないと。で、僕はそれはただの流行だと思うんですよ。で、今、例えばその丸山正夫のような近代主義、モダニズムが再評価されているのは、例えばですね、今の自民党のあれが、まあ、人権規定を憲法から削除しようというような、まあ、全近代的なというか、その戦争外的な提案をしているからね、それはもうね、ポストモダンというか、もうプレモダン、全近代的だと思うけども、で、そういうことになってくると、まあ、そういうものを擁護する戦後民主主義とか、近代主義、モダニズムというものをもう一回見直さなければいけない。から、だから、丸山さんの人気が今高まっているということですね。人気というか、まあ、注目されているということで、それはその憲法を守りたいとも、脱原発はもう全員その守りましょうというふうに言ってるけれど、ね、それはそうなんだけど、そうしますと、ね、我々の 近代史あるいは近現代史といっても、まあ、特定的にさ、1945年以降ということをもう一回考えなきゃいけない、ね、例えばその明治とか、あるいは昭和初期とか、あるいはもっとそれ以前に江戸というの意見もあるわけだけど、もちろんね。だけど、戦後民主主義と言われるもの、つまり1945年以降の変化の功罪っていうか、プラスの面とマイナスの面、ね。それは何を、どれだけ不満があるとしても、それはですね、その戦前戦中の日本と比べたら、それはドラスティックな変化だったと言うべきだと思いますよ。GHQ に。主導のものだとしてもね、例えばその戦前の日本にも例えば大正デモクラシーとかもあったわけだけれども、それに比べてもその戦後の改革の方がですね、はるかに徹底されていたものでしょう。婦人参政権とかね、婦人参政権大きいと思いますよ。それに限らないけど、農地改革とかね、農地解放とか、ただですね、そういう戦後民主主義というのは基本的には素晴らしいものだったんだけれども、それに対して、まあ、違和感とか抵抗感を覚える人たちもたくさんいて、ね、むしろ今日その思想家として生まれる人の多くはそっちであるということで、例えばその広松もそうですよね。まあ今は、まあ、吉本隆明の話はしない方がいいと思うけど、広松にしてもですね、彼はその戦前、近代の彫刻についてちょっとまあ検討した、ね、講談社、学術文庫を出していますけれども、もちろんそれは近代の彫刻の中で否定的な、批判的なんですけれど、ですが、僕の記憶が正しければ、まあ、その戦後の無邪気な、まあね、素朴な近代主義に比べたら、その近代を批判的に捉えるという動きに意味があったんじゃないかということを言っていたんじゃないかと思うけれどね。そういうまあ広松の直感というかその感覚というものをもう一回考えてみるとすれば、我々はですね、まあ、
戦争中 の, その近代の彫刻が素晴らしいと、もう一回その大東亜共栄圏発行してもいくべきだというのは到底思えないわけだけど、そう思いませんけれども、の戦後の我々の民主主義に関してもその、まあ、圧倒的なプラスと、ですが、まあ、そこにある宿和というか、まあ、否定面も見る必要があって、ね、それを今の、まあ、僕は、ね、同意できない部分も多いんだけれども、例えばその対米従属を言っている人たちとか、あるいはその、まあ、エコジストとかね、まあ、そういう進歩であるとか、あるいは、まあ、アメリカ主導ということに疑いを持つ人たちの意見も参考にして、その、まあ、その戦後民主主義のマイナスの面も公平に、まあ、見なければ、その戦後は素晴らしかった、戦後の同じように素晴らしかったというだけでは形落ちだろうと思います。ね、だってそもそもその世界史的に見てそのアメリカがですね、ヘゲモニーを握ったというのはその第一次世界大戦、第二次世界大戦でもヨーロッパが圧倒的に疲弊したということが大きいわけですから。だからそうするとだからそのアメリカの覇権、それに対する日本の従属、まあ、日本に限らないけれども、というのはまあ1945年以降の主な問題であるわけですよね。まあ、それ以前のまあ太平洋戦争開戦の前の ABCD 包囲網とかもあるけれども、まあ、基本的にはその戦後の足跡とすれば。ね、まあ、その白井聡君が言っているような、まあ、永続敗戦とかね、アメリカとの関係がどうのこうのということもですね、まあ、そこの起源に遡ってね、でその GHQ の改革、良いところも悪いところもあったけれども、まあ、朝鮮戦争の逆コースで大きく変わった。ね、共産主義の脅威からの防波堤みたいなね、で、警察予備隊作ったりとか、まあ、あとはそのサンフランシスコで片側講和、で、吉田茂さんの安保、で、岸さんの改定、これに関しては評価を書いてるけどね。実はその改定安保良かったという孫崎さんの意見もあるけれど、それはまあともかくとしてね。というふうに、そういったまあ戦後の構造の中にはね、まあ、アメリカと日本の関係も出てきていますから。でも、試合このはまだ読んでないんだけど、で図書館じゃなくて読めないかもね。ではあるんですけれどもね。まあ、そういうふうに、まあ、ずっと侮辱された状態が続いているということであれば、まあ、その起源というかルーツはまあ戦後にあるから。だから、僕が言いたいことは、今は、まあ、そういう、まあ、今の、安倍さんの自民党の、まあ、人権を削除したりとか、そういったことに関して、まあ、ね、むしろ戦後民主主義的なもの、まあ、その、まあ、スタートしての丸山雅夫とか、が採用化されてるのは素晴らしいし、まあ、正当なことだけど、もう戦後、1945年以降、まあ、現在に至るような歴史において、まあ、何が問題だったのか、で、現在も問題なのだろうかということを見直さなければ、戦後の構造をそのまま再生産してしまうとですね、まあ、それはその現在と同じような悲惨な状況になる可能性があるから、ね。ということは別に僕は別にその絶望した方がいいとかね、ニヒリズムということで申し上げてるわけじゃないですよ、もちろんね。単にその近代主義が素晴らしいから、その民主主義が素晴らしいから、丸山が素晴らしいということだけではですね、じゃあその、敗戦後以降、今日前の構造が再生産されませんかねということなのね。その場合というものも、まあ、まあ、饒舌、二次元のことのくせに饒舌だと言われてるけれども、まあ、はっきりこうだということはなかなか言えなくて、まあ、つまり、戦時中のその近代の上空路線、大東亜共栄圏はダメだろうと思います。他方は、まあ、戦後の戦後民主主義もそれで 100% それだけいいのかというと、それだけではないだろうと思います。じゃあ、まあ、戦後民主主義の、まあ、日本国憲法とかそういったものの、まあ、積極面を最大限評価しながらも、ね、まあ、いろんな問題点とかその負の部分マイナスがいっぱいあるから現在に至るまでね、まあ、それに関しても見直すという姿勢が必要なんじゃないかと、ね、まあ、それに関して、まあ、モダン化ポストモダン化ということと少し別にですね、エコジストたちのような、ね、まあ、辻さんとか星川さんとか村隆さんとか、まあ、いろんな人たちの、まあ、進歩史観技術至上主義に対する、まあ、会議とか異議申し立ても出てきているから、そういうこともですね、ちゃんと検討した方がいいっていうか、僕はテクノロジーそのものがダメだという意見じゃないんですよ。で、そのこと言ったらこうやって iPhone でも放送できないし、まあね。ではあるんだけども、例えばその原発とか、そういったなんか危険なテクノロジーもあるはずだから、あるいはその、どう見ても効率が悪いっていうか、このテクノロジーのためにみんなが苦しんでいるとか、かえって出費が大きいとか、税金がかかるとか、そういったものもいっぱいあるはずだから。
まあ、主要には、まあ、あの核とか原発だと思うけれども、でそういあとはまあ遺伝子組み換えがどうなのかとかね、だかそういうテクノロジーの中にもそういった特別に危険なものがあるだろうから、ね、だからまあ少し話的にまあ整理をしますと、まあ、あの今みたいなすごく反動的で極右的なですね、人権規定を削除しますする改憲をしようというような動きに対しては、それは近代主義とか丸山さん戦後民主主義の再評価って基本的にはそれは正しいと思いますよ。正しいと思いますが、あのいくつか留保というか、まあ、その戦後の構造に対する、まあ、重要な批判としても2つ挙げれば、そのアメリカとの関係というのが1つと、もう1つはそのエコロジストのような、まあ、進歩史観の見直しというのが、まあ、部分的に必要だろうと、まあ、全面的じゃないですよ、その2つだもんね。というようなことは、まあ、僕は、まあ、あんまりさ、あの偉そうに言ったところで僕は別にそんなに何の地位もありませんから、こういう意見って別に人々に強制もできませんし、そういう広めることもできないわけですけれども、単にまあ僕自身はそういうふうに考えているのだということですね。まあ、これもまあ戦後の歌だけど、まあ、東京キッドというんだけど、三つ葉祝いのだけど、まあ、これはまあ野宿者というよりかは多分当時の五感だと、まあ不老児ということは敗戦後のね、その歌だと思いますよ。まあ、それはもちろん当時は、まあ、親とか家族とあぐれたとか貧乏とか、あるいはその戦死したとか、そういう戦災孤児もいっぱいいただろうと思うけれど、そのようなまあ歴史というのもですね、考えてみた方が、いろんな写真とかそういうのも断片的に残ってるけれども、ね、その GHQ とかその政府とかに捕まって歩道というのが大量に捕まってさ、無理やりその頭からしらみを取る薬をまかれたりしている子どもたちがいっぱいいたけど、そういう写真があるけれど、1945年じゃないけど、まあ、40年代50年代にそういった子どもたちっていうのは当然今はもう老人になっているわけだけど、彼らはまあどういう人生を生んだんだろうかとか、そういうまあ歴史に対する想像力、おさすがに限りません、いろいろあるけれどもね。例えば少し時代は飛ぶけれど、松本なんだっけ、なんとか監督のバーの壮絶、ま、バーの壮絶って映画があるんですよ。松本なんとか監督っていうのね。でそれは基本的にはそのピーターが主演の、まあ、オイディプス王っていう素朴やつの戯曲を現代日本の、まあ、同性愛関係の物語に翻案して映画なんだけどね。でもそういう部分的にドキュメンタリー的な部分があって、同時代の日本の新宿のゲイボーイたちがドキュメンタリーに登場してきてるわけだけどね。まあ、それは最初はその物語の筋書きを最初に言うとね、まあ、素朴やそのオイディプス王の同性愛版の本案だから、まあ、自由奔放に生きているそのゲイである主人公をピーターが演じていて、それがある男と知り合って、まあ、恋仲になって、まあ、セックスをするわけだけど、それは実はその自分の父親だったということが分かって、まあ、それでまあ最後にその父親を殺して自分の目を潰すという、まあ、ソフォクレスの戯曲と同じまあラストになっているわけだけど、まあ、そういう映画だったけれども、でそういう部分的に、まあ、実験映画だから、実験映画ですから、部分的にそういう劇映画の中にドキュメンタリーが挿入されているんですよ。ということはそれ何年の映画を押さえたけど、10年代終わりか70年代始まると思うけど、その当時の新宿にたくさんいた同性愛の少年たちの映像がまあ挿入されているわけですけれど、でそれからですね、当然その映画作られてからもう半世紀経ってますから、ということはそういう映画に登場していた少年たちも今はもう同人であるはずだよね。でそしてあのそういう少年たちの多くというのも、どう言えばいいんですか、まあ家出少年みたいなものですもんね。家出して新宿に出てきてみたいな人たちもね。ピーター自身もですね、やっぱり池畑慎之介という、まあ、歌舞伎役者なんかの息子だけれども、でそういう家が嫌で家を飛び出して東京に来て芸能界になったのもね。で後にも家と和解したみたいだけどさ、でピーターはそういうまあ反抗し家を飛び出したと言っても良い家柄だったしね、だからまあ彼は OK だったけど、そうではないその普通の家出少年たち、身寄りもないような財産もないとか、
そういう多くの人たちは、まあ、その映画の後半世紀経ってどうなったんでしょうかという、ね、でそれはその敗戦後 の, その写真とか、ね、テレビ映像とかに残っているいわゆる不老児たち不老少年たちが半世紀以上経ってどうなったんでしょうかというどういう人生を歩んだのかということと同じようにそういうそのバーの創設に移っていた少年たちも半世紀経って、まあ、その後どういうことになったんでしょうかという、まあ、それを知る方法はないですはっきり言って、ね、だそれはその少年が誰なのかという名前も分からない特定もできない有名人でもないだそうするとねその人たちがその後どうなったかということは知りようがないんですよありませんがですがまあ知らなかったとしてはその後の人生もあったはずですからまあ、それとまあどうしたんだろうかということも考えなければならないと思います。
この次の歌の歌っていうとはですね、大見敏郎さんってこの人有名なんですか？作詞は添山孝子さん、作曲この人知らないけど、フランシスコ・ザナミさんってこと知らないんだけどね。ヨガレのイソチオリーという歌なんだけど、皆さん知ってますかね？
イッチマン、サンドイッチマン、おいらはマジのおどけもの、どうもけ笑顔で今日も行く。すみませんね、こんな、まあ、なすめろばかり。ね、あまりこれ、あんまり、まあ、現在と関係がない、にぎりすだから。昔のほら、歌ばっかりだね。
海の上へ。とて人よの花火、明日はチェリスかモロコか、泣いて手を振る白影外人舞台の編曲をですね、加えてましたけどね。僕はまあこの辺の鶴田浩二とかですね、そういうの結構好きですね。まあ鶴田浩二とかよく知らないけれど、特攻隊帰りで少しなんか右寄りの考えだったんですか、知らないけどね。まあそれはな、里見浩太郎だっけ、誰か、杉良太郎かな、誰かもほら、あの、何かのほら、時代劇の主題歌で、君は人のために死ねるかという、なんかすごいタイトルの歌を歌ってるのを発見したけど、何の主題歌か忘れたけど、時代劇の主題歌なんだけどね、でこれすごいと思いませんか、君は人のために死ねるかっていう、何なんだっていう。
まあいろんな意味で、まあ、音楽に関して、まあ、リギリスティックであるとか、まあ、自暴自棄であるとかいろいろ言うてるわけです。だけどですね、そういう人たちは、まあ、音楽に詳しくないのだろうと思いますよ。まあ、あるいはその表現とそうじゃないものって区別できないのかどちらかだろうね。Thank you.
嘆くな。男じゃないか。どうせ実らず恋じゃもの。ならに捨てて太鼓の見られるうち夢も通え金がなければくよくよします。女にくらいじゃなきます。腹が減ったらおまんま食べて、命尽きればあの雪。ありがたやありがたや、ありがたやありがたや、ありがたやありがたや、ありがたやありがたや。恋というから雪なくなって、愛というから会いたがる。こんな通りは誰でもわかる。それを止めたけ心、気を変えろ。ありがたやありがたや。ありがたやの上工場よ一人何しのぶ映画の夢を胸に置いてああ仰げばわびしい天守閣崩れしまがまの石垣に哀れを誘う枕場や矢玉の後のここ悲しい子、ああ、昔を語る、大手門、いらかは青く、こけむして、工場よ一人、なりしのぶ。たたずみおれば、身にしみて、ああ、空ゆくかりの、声悲しい。
後にして都へ来てから行くとせぞ重い出しますご郷の友が
次は、まあ、アカシアの雨が止むときという水木かおりさん作詞、藤原秀之さん、秀之さん作曲、西田幸子さんの歌。この歌はね、まあ、メジャーなんだけども、だけど、まあ、歌詞は黒く暗くて、まあ、これを歌うと、まあ、嫌になってやめてしまう人が多いわけだけども、
きて、どこかへ消えた。
誰よりも君を愛す。あなたがいなければ生きてはゆけない。あなたがあるから明日も生きられず、幾年月変わることなく、誰もにも誰よりも君を愛す。初めて知った海より深い恋心、こんなにあなたを愛してるなんて、過去目にもわかりはしない。みんなは悪い人だというが、私にゃいつでも良い人だった。ちっちゃな空監獄の壁を鏡つめつつ泣いてるあなた。あいつに聞いたけど、悪あれから君は一人きり。悪かったのは僕だけど、ためだと諦めた。だからあいつに言ったんだ。もしも今でも僕だけを思ってくれているならば、僕に知らせてほしいんだ。Thank you.
たくれ。愛に行けない、今の僕思い浮かべる、あいつも夕べ言っていた、悪かったのはお前だと、言ってもらいたい、僕を許せと、それだけを。Yeah.
めぐり会いたい。どこか遠くへ行きたい。
Thank you.
女は泣けるつらいさらめの花待ち育ち。義理が絡んだ花忘れてほしい。
いが。ちょっと休みましょうかね。もうだいたい今1時間16分ということは、1時間16分というかまあね、1時間16分じゃもう2時間近くいってるからね、116分、じゃあまあ少しこれ休んだ方がいいよね。あんまりほら長い間演奏し続けると疲れてしまうからな。今日はもう1時間1時間、今日はもうこれ4時間くらい出てるんだよ。だからまあ疲れてしまうから少し休んだ方がいいね。